一番の被害者でもある姫様に死罪と告げてもらいたいのだな。死罪一択かよ。どうしたんですか、そんな悲しそうな顔をして。これ以上悲しまないよう私が救ってあげます。町に悪魔が出現しました。何、なぜ侵入を許した。貧困にあえぐ者たちを救ってあげたいと思いません。あれは私の元患者です。いや、話して。マルグリット、こいつら死弱で。あれ弱い。結果あんたをすげえ傷つけて。最低のクズ野郎だって自分でも思う。腐ってもいないんでね。私は姫様を探しに行く。持ち場に戻って警戒を続けろ。もう待ちきれない。どれか食いに行く。あんた骨が好きじゃないならなんでリーランドに協力してるの。あんたがクズで安心したわ。ゾンビすげえな。おいやめろ。貴様の仲間の仕業だろ。我々を罠にはめるつもりか。首を落としてまで騙すかよ。めちゃくちゃ痛んだぞ。俺が姫を救ってやる。潜入成功。威勢よく短歌を切っておきながら勇者らしさのかけらもない。バレずに潜入できたんだからいいだろう。勇者の妻としてふさわしい人間になるように厳しく教育をしてきた。厳しくしつける私を頼ることなどなく姫様はリーランドに依存し、アナクから俺に敵対心むき出しだったのはマルグリットの病気も嫌われたことも、棚上げ力ではこいつの方がはるかに上。謝罪の言葉を聞かねえと。責めるならこの私だ。全ての元凶はこの私なのだから。命あってのものだねっすよね。今宵ここに集った者は皆骨だけの姿になるのです。ですがそれだけではありません。この魔晶石は私に世界の真実の姿を教えてくれたのです。全ての人々が平等で争いのない世界を目指すために不要なものを削り取ってしまおう。